やっ、おはようございます。ホワイトおこなです。はい、エンジンかかってるうちにとっとと出かけます。月曜日の朝です。これから小花駅に向かいます。パインズですね。ではでは皆様ご一緒に。今日もね、またまた綺麗ですね。あとで今日は絶対にあのアリードライブをちょっと見に行きたいなと思ってございます。今日はね、8月の14日の、月曜日、ハワイ時間でございます。かなりね、先週あの波が大きかったんですけど、それでね、夫さんと別行動して、私はあのタウンの方に、カハルとかに行ったりしてたんですけど、今日はかなりもうサイズダウンした感じです。楽しそうです。サイズダウンって言ってもね、私の身長ぐらいの波あるんで、私はめっちゃ楽しみです。というわけで今コストコロードを下って、ハイウェイでパインズに向かいます。現時刻はですね、8時ぐらいですね。8時10分でございます。すごいね、ここ、ほら見て、業者さんの車と、すっごい、もうすごいすごいすごい。うわ、昨日と違ってね、かなりビーチは平和な感じだと思いますよ。楽しみ。ではでは、はい、食欲が失せるダイエットに最適な、さいい、聞こえました今、くさって、やっぱくちゃいわ、くちゃいロードです。めめくさ、It's not even windy. ああ、苦しい。そうそう、昨日はね、そんなわけでポップコーン買って帰って、あの映画を見てたんですけど、何を見たかというと、あの映画を見ようと言ってる人の好みに合わせる、あのちょっと賢明な選択を私はして、あの日本でも公開されてるんですかね、あのマイケル・ジョーダンのエアっていう、あのエアージョーダンの、あのなんだっけ、マット・デイモンと、ヒュー・グラントの、あれヒュー・グラントだよね、あ違う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 、デイモン and the CEO、 違う、あ気持ち悪い、出てこない、ベン・アフレック、ベン・アフレック、いやいや、そう、ベン・アフレックのね。でね、もう夫さんめっちゃもう最高素晴らしいって言って、あの超感激してたんですよ。あのっていうのが世代なんですよね、84年、で夫さんが大学生ぐらいで、私中学生だから、なんかこうカルチャーとか、あとなんだろう、音楽とか当時のアメリカのなんか全然馴染みがないから、なんかへーっていう感じで、でもなんか全てがあの夫さんにはなんかドハマりしたらしくて、すごい大変楽しんでました。あ、晴れてきた晴れてきた。というわけで、ではでは、やった、めっちゃ波よさそう、クラウデッド、 The bay is packed too. Oh my god. I'll go slow. めっちゃ混みだよ。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's like 10 at the rock. Is that Ellie's? I think that's the rock. Ellie's is wow. That good. The south swell. やば、すっごい波良さそうなんだけど、めちゃ混んでるわ。いや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 、参りました。のんびり行こう、こういう時は。今ね、8時半だから、1巡目、2巡目の人が出るまで待つ。バス組んだ。あのハワイの波はすごいパワーが強いんで、もうね、2時間も入ってらんないって感じなんですよね。みんな上がれ上がれ上がれ。And it's perfect because it's lower tide. These are all the morning people. Yeah, yeah. Oh my goodness. That texture just came in right with us. I know. いや、ちょっとすごい。
茶込み。グアラライさんがめっちゃ綺麗ですね。そんなことやる。みんな上がれ。ほら、昨日よりめっちゃあの砂浜に人がいないです。今ちょっと曇ってきちゃったけど。後でまたビーチを散歩します。あー、なんかキャンパー。もうずっと長らくお待たせ。こんにちは、イエーイ、ご視聴者様、ご一緒大丈夫ですか。イエーイ、ようこそようこそ。中これ見て、上にも登れるんだよ。そう、登る登る。ここね、冷蔵庫なんで開けほら、すごいでしょ、冷蔵庫とかいっぱい。そうなの、そこら中に収納があって、あとね、これをパッタンってやると上にも乗っかれるんで、上乗っかってみる。イエーイ、ヒューヒュー。2階にいらっしゃいます。1階にパパママいらっしゃいます。ほんとキャンピングカーだよね。これどうやって、お外見えるでしょ、ね、風通しもめっちゃいいでしょ、ね、全部オリジナルみたいです。So Bill, they're asking you some questions. Is this all original? Yep. 81? 81. And like she said, that girl, she had one too. And she has the same exact thing, same interior and everything. 全部オリジナルだそうです。Stock. I changed the engine. ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。今30分ぐらい食べてた。本当だよね。ね。素敵なファミリー。最高でね、ほんとほんとね、楽しんでください。まだあと5日も6日もあるもんね。あー、じゃあねー。あー、ハッピーです。本当になんかね、探してくれて、あのお土産も山ほどもらっちゃって、もう本当に感激です。こんなね、私なんでもないただのサーファーのおばさん、おばさんどころかもうおばあさんに近いんですけど、いやー、なんか感激です。そんなご家族でね、感動です。なんか不思議な感じがします。そんなに会いたくて会いたくてって言われるとなんか本当にもうもったいないというか、恐れ多いというか、本当ありがとうございます。今もね、あの動画でじゃないや、あのご視聴者様とちょっと話してたんですけど、あのとってもいつもハッピーそうでね、仲良さそうで、ちょっとね、夫さんと私のなんか裏側とかも今ちょっと見てて、あのそうなんですかって言われたんですけど、あの人間ですから、あのそんなね、やっぱりもう年がら年中ハッピーで、年がら年中ラブラブでね、毎日本当にハッピーなわけないじゃないですか。やっぱりね、隣の芝は青く見えるっていうか、あのただ私ね、あの嘘じゃないんですよ。あのいつもね、ハッピーだなーって思ってるのは本当にハッピーだと思ってるし、あのなんていうのかな、辛いこととかしんどいこととかはあるんですけど、それはちょっと動画にしてないです。あの私はこのハワイ島の自然、この美しさと、この大地からもらうエネルギーと、私にくれるこのハッピーを、まあ、伝えられたらなと思って、あと、まあ、ハワイとコナの、ね、毎日動画を上げてるチャンネルとかがなかったんで、あの、ね、コナ好きの人は絶対いるから、そういうのあったらいいかなと思って、やってる次第でございます。なので今日もめっちゃいい波出した。本当に本当にね、波乗りは堪能いたしました。あとね、思いがけず本当に素敵なファミリーとご一緒できて感謝感謝です。さあ、リードライブ行こうかな。重いんですよこれ、すっごいいっぱい。うわ、マグロ味。うわー、なんかちょっと今食べたい。ちょっとクレラップまで白い小人。いや、もうほんとすいません、あの皆さんどうぞ手ぶらでいらしてくださいね。もう感謝感謝です。重たいですこれ、やばい。
幸せすぎる。すっごいくっきりいいお天気でございます。お腹が空いてるけど、でもなんか外食したくないんですよね。高いし美味しくないしでもちょっとアリードライバー見たいかなという気もしなくもないんですけど、私は正直言って今ここにたくさんおせんべいとか白い恋人とか、あとチュールまで見つけたので、もうおせんべい食べたいとか思ってるんですけどねではでは続きます。あ、今ハイウェイからアイランドナチュラルズとかオールドネイビーとか、こちらまで降りてきました。お父さんね、銀行にまた行かなきゃいけないらしいです。ターゲットも最近久しく行ってないわ、ね、ご旅行中の方こんにちは、はい、先日は長らくお世話になりましたよロッサ。ちょっと風邪気味になりましたね。もう治りましたけど、はい、というわけでお父さん行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。あっつ、絶対そうかなと思ったんです。今いただいたプレゼントをね開けてたんですけど、これかくん、あー嬉しい、ありがとうございます。かわいいかくんね。はい、金亀です。こんにちは、ご宿泊の皆様、お盆休みでいらしてる皆様、現在ですね月曜日の、午前11時半はちょっと、 Yeah, we can just U-turn there, you know, at the pier. Yeah, I don't really care, I'm sorry, it's like ちょっとね、めちゃくちゃ Nah, it's like way too much, you know. Or about take the like library, yeahちょっとすごいすごいすごい人。ちょっとね、今日アリードライブずっと行こうと思ったんですけど、あ、絶対日本人だ思ったんですけど、あの巨大なねクルーズ船が来てるんですよね。なのでちょっととても渋滞してて、すごい人。I have no clue. みんなこれ何こんなに大量の人が、え、嘘でしょ、バスなってんの。 I guess so. そう、こういうの聞いたりして、皆さん、私も本当はね今まで一生懸命カットしてたんですけど、このすごいでしょ、夫さんの2センチ先まで煽ってるし、結構ね文句言ったりしてんの、怖いんです。ほらほら、怖いんですよ、キレっぽいんですよこの人。うわ、おっかな。国は帰るわ。あ、今週かなね、今日すっごい大きいのが来てる。うわ、綺麗な青ですね、綺麗な青ね、かなり大きいので、なんか村みたいですね。遠くに泊まってます。っていうかさ、渋滞とかなんかでそんなに切れる人って私なんか理解しがたいんですけどねえ、全くもう失礼いたしました。でも今日はねもうちょっと編集しないでこのまま出しちゃおうっと。おお、すごい綺麗綺麗。 Yes、 さすがにあれだね、クルーズ船が来てるときは、あ、でもいるわここのね、あー綺麗綺麗、さようなら。ちょっともうね、考えらんない、 unbelievable。 あ、ちょっとこの辺まで行くかな。 I thought you know they try to get like cops, they try to get rid of them especially on a like cruise ship day. You shouldオットさんのね悪いところは切れやすいですね。もっと勘弁してって感じなんですけど、すごい暑いわ本当に。さあニコさん働いてるかな。あ、何、なんかテープが貼られてる。 What's that? Crime scene?
Just kidding. Yeah. 殺人現場かと思ったら違う違う工事現場。ニコさん。ニコ。あ、スルーされた。He didn't listen. I yelled at him. I screamed.はい、というわけでジャックさんまたね、また来ます。ちょっとね、無理無理、すごい渋滞で私は平気なんだけど、ホットさんがついていけないですね。これから、ちょっとサンドイッチを拾いに行きます。あ、シャワーツリー綺麗。でもシャワーツリーもなんかピークを過ぎた気が。暑い、ほんと怖い。こういう運転しないで、本当に。キャー、本当に夏ですね。暑い暑い。はい、こちらがね、これ行くのかと思った。こちらがバーガーヒルでございます。ここね、マック。あの、私たちこの次のここじゃなくて次の角を右折したいんだけど、こっち側の車線にいるってことはムカつくからこの右の車を追い越したいだけだよね。なんて気が短いじゃん。で、結局こっち来てんじゃん。シャワーツリーがかわいい。あ、今日はあれか、日本は終戦記念日ですよね。あの、本当思うんだけど、やっぱり、うん、あの、早いなっていう、年が経つのは、月日が経つのは、終戦78年ですか。私ね、あの、大学を出て最初に仕事をしてた時に、あの、メディアの仕事をしててね、その時終戦50周年記念、半世紀記念の特番とかやってたんですよね。50年だったのがもう78年ですか。つまりね、大学出たてで仕事をしてた頃からもう28年経つってことですね。あ、いやいやいや、はい、間もなく、ウォルマートね、左手ウォルマートなんですけど、私たちはこれからね、猫の習性で同じところをぐるぐる回る感じで、ポイドッグにもう電話でオーダーしてあるのでサンドイッチをシェアしに行きます。ちょっと小腹がとか、あの、がっつり食べなくても大丈夫っていう時は、あの、2人で1個オーダーでシェアでちょうどいいかなと思いますよ。山盛りポップコーンも来るし。まだお昼前だから空いてるんだ。イエーイイエーイ、アメリカンな感じでね。見てください、これすっごい山盛りなんですよ。ちょっと山盛り感が伝えられないんですけど、かなり大量のポップコーンがついてきます。これだけでも前菜というか、お腹がたまりますよ。お腹にたまります。イエーイ。こんな感じでね、半分に切って持ってきてくれます。カリッカリベーコンで美味しいんだよね。でね、横にこんな感じで山盛りのポップコーンです。いただきます。ちょっと途中の実況もせずごちそうさまでした。美味しゅうございました。いつもいつもここね、なんか店内もちょっとアメリカンな感じでね、私はすごい好きです。ぜひぜひ皆様にもおすすめいたします。20ドル以上ですね。でもシェアすればね、1人10ドルで済むし、シェアおすすめです。あんまり空腹じゃない時という感じで、本日のバスくん動画はこれぐらいで、次回はね、ちょっと金曜日は一緒に行かないです。私仕事があってですが、まあ、私茅ヶ崎号で出かけますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。毎日ハワイとコナからの動画をお届けしてございます。噛んじゃった。というわけで、ではまた明日お会いしましょう。良い一日を。
ったのにアンヨに引っかかっちゃった。太郎くん、クロニャン、ニャン、まだ遊んでんの？太郎くん捕まえた？捕まえたの？すごいよ。あんた手足が長いんだよね、本当にね。よく見ると可愛いよね、なんかね。可愛いね、太郎くんには負けるけど。ね、可愛いですね。ここ一番お気に入りなんだよね。おっと。ね、持ってるだけで勝手に遊んでくれるから。すごい。あにゃたわ、おきい。太郎。